日本が巨額の経費を投入して開発を進めている F2 次期戦闘機ですが、準国産開発はついに断念せざるを得なくなったようです。代わりに、日本、イギリス、イタリアの3国による共同開発で合意に達するとみられています。今回は、日本の F3 戦闘機開発について見ていこうと思います。そういえば、先進技術実証機 X2 という計画がありましたね。新進という名前で呼ばれていたことがあったようですが、この新進を量産したらよかったのにと、素人は考えるのですが、この計画には何やら裏があったようですね。確かにテスト機だったので、量産には不向きだったのでしょう。しかし、この新進の量産型を開発していたら、F3 戦闘機計画は別の形になっていたのかもしれないと思うのです。どちらにしても、日本政府の判断が遅いというのは確かですね。現在、航空自衛隊で運用中の F2 戦闘機ですが、四方を広い領海や排他的経済水域に囲まれている日本の地理的な特性を反映しているためか、日本で保有している戦闘機の中でも、対艦攻撃兵装を最も多い数搭載できる機体として知られているそうです。この F2 戦闘機は、主翼先端部に2箇所、主翼下部に8箇所、胴体下に1箇所、計11箇所に兵装を吊り下げられるそうですが、対艦攻撃時には、この箇所に、マックス4発の空対艦ミサイルを装備して、任務に当たることを想定しています。F2 戦闘機は、空対艦ミサイル4発を装備しても、同時に、空対空ミサイル2発の携行が可能なので、最低限の自衛能力も兼ね備えていることになります。つまり、作戦行動の範囲を広げることに貢献できる機体というわけです。また、F2 戦闘機は、アメリカの F16 ファイティングファルコンを土台にしていましたが、機関部は単発なのに、前述のような追艦攻撃能力を所有しているということは、日本の国情に合わせた仕様を実現したという意味で、とても稀有な存在とも言えるかもしれません。ただし、こういった日本用の仕様を実現できたのは、製造した企業三菱重工業者を中心とする日本の防衛産業各社の研鑽の賜物ですし、政治的思惑でアメリカの戦闘機を土台にしなければならなかった悔しさを、なんとか形にしたものと思われます。本来なら、当時でも、大型の空対艦ミサイル4発も、同時に搭載できる機体なら、ある程度の機動性も確保しつつ、重量を考慮して、総発の機関部にすることが定石と見られていたのに、単発にしたということは、与えられた制限の中で、なんとか要求を満たしたという証拠と言うべきでしょう。こうした F2 戦闘機開発の経緯を踏まえた上で、2035年前後での退役予定に際しては、代替となる次世代戦闘機についても、完成後には、日本の意向に沿った自由度の高い回収ができることが大事なテーマとして考えられてきました。そうした意向を入れながらも、日本は太平洋戦争後の戦闘機開発が前提そうであったように、アメリカと共同開発を行うことを前提にして、次期戦闘機への取り組みを進めています。あくまで日本側が開発主導権を握ることや、完成後の改修等でも任意に行えることを目指しながら、いわゆる第5世代戦闘機で、西側諸国のディファクトスタンダード、事実上の標準になった F-35 ライトニング2を擁するアメリカのロッキード・マーチン社が、技術支援先の本命と推測されてきました。しかし、アメリカやロッキード・マーチン社側は、前述の日本側の要望は、最終的に、見合わず、次世代戦闘機開発をめぐっては、戦後、初めて、
アメリカ以外の国と日本が共同開発を行うことが濃厚だろうと報じられるようになってきました。アメリカは日本の要望を受け入れたくないということだったのでしょうね。同盟国なのにと思ってしまうのは筆者だけでしょうか。アメリカ以外の国ということで浮上したのがイギリスです。イギリスは自国の BA システムズ社を中心として現在の主力戦闘機のユーロファイタータイフーンの代替となるテンペスト計画を主導していました。何より以前から日本の参画も歓迎する空気があったのです。テンペスト計画はイギリスと BA システムズ社が推進する計画で、2019年令和元年7月、スウェーデンが覚書を交わし、そこに参画することになりましたが、スウェーデンは自国でサーブ39グリペン戦闘機を開発した経緯があります。だからこそ、スウェーデンのテンペスト計画への覚書の締結の意味するところは、テンペスト計画で製造された戦闘機を即スウェーデンが採用することではなく、あくまでも戦闘機開発の工程で生じる技術共有といった側面が強いと見られています。北欧のスウェーデンの第二次世界大戦後の軍事政策ですが、旧ソ連現ロシアを最大の仮想敵国としながらも中立的立場を堅持することで国の存続を貫くという形をとってきました。そのため戦闘機を国産化してきたという経緯があるのです。そういった意味では、スウェーデンは日本同様、専守防衛を基本とした軍事政策を行ってきたと言えるでしょう。しかし、あえて NATO への加盟や国外からの兵器調達を行わないことで、ロシアを刺激しないようにしてきたという特殊な事情があります。さて、日本は自衛隊ではスウェーデンと同様専守防衛を掲げてはいますが、国家としてはアメリカと唯一の軍事同盟を締結、多くの兵器やそれらのシステムを調達しているので、立ち位置としては西側ということを明確に示しています。スウェーデンは、前述のように、これまで、軍事的な仲立ち政策を貫いてきました。しかし、2022年に、ロシアが、ウクライナへの軍事侵攻を強行したことをきっかけに転換点せざるを得なくなったようで、スウェーデンが、フィンランドと共に NATO へ加盟することは、ほとんど間違いないと思われます。そして、ウクライナも NATO 加盟を希望することでしょう。スウェーデンが NATO に加盟すれば、戦闘機の調達について、従来のように国産の戦闘機路線を継続するのか、否かも注目されるところでしょう。もしくは、NATO の標準仕様に準じる必要があれば、テンペスト計画への参画が大きな役割を果たす可能性も出てきます。改めて、テンペスト計画を振り返ると、2019年9月、イタリアが首位相を取り交わしています。これによって、イギリス以外に完成した機体を調達する国が少なくても、複数になったわけです。スウェーデンの軍も含めると、マックス400機前後の代替機の需要を得ると思われます。日本の次世代戦闘機開発とテンペスト計画が、一つの開発プロジェクトに統合され、かどうかはまだ不明です。ちなみに、日本の次世代戦闘機の調達数は、90機前後と推測されているようです。したがって、仮に、上記の計画が統合されれば、およそ500機前後の代替需要が見込まれる開発プロジェクトになることを意味しますし、日本がアメリカと共同開発を行うよりも、初期の開発コストを削減できる可能性が高いと思われるのです。日本の次世代戦闘機とテンペスト計画は、機関部の実証実験機の共同開発や、
レーダーシステムの共同研究を行っていますが、果たして全てを統合した開発プロジェクトになるのかどうか、正式な発表が待たれるところです。ただし、少し気になることがあります。テンペスト計画の進捗が遅延気味という声があるのです。確かに、参加企業には、戦闘機開発のノウハウの蓄積はあるのですが、最新型ではなく、いわゆる第4世代機に限定されるのが不安視されるのです。日本ですが、現行の F2 戦闘機の開発については、第4世代機であっても、政治的な駆け引きのせいで、機関部の国産化は、できませんでした。ということは、イギリスやスウェーデンよりは、その分野で遅れていることは、残念ながら、間違いのない事実です。2月に始まったロシア・ウクライナ戦争では、F-35 ライトニング2とまでは言わないが、例えば、F-16 ファイティング・ファルコンの最新型 V 型等が、ウクライナに供与され、ロシア製戦闘機に対する優位性が示されれば、F-35 への安心感が少しは増すのではないかと思われます。とは言うものの、今のところ、こうした動きは見られません。西側諸国の兵器のクオリティは、ロシア製より確実に上を行っているという証拠は、戦闘機について確認できない状況が続くとみられ、日本にとって有意義な先訓は得られそうにありません。西側諸国がウクライナにレオパルト2等の最新標準戦車を供与しないことについては、供与してロシア軍に破壊されてしまったら、それ以降の輸出に支障が生じるからという理屈をあちこちで聞くことがあります。しかし、輸出用のモンキーモデルだったと言われながらも、ロシア製 T-72 等は、湾岸戦争やイラク戦争で、アメリカ製 MIA ブラムスやイギリス製チャレンジャーに完敗していますから、射撃精度そのものに大きな差があるとしか感じられないのです。ロシアの戦闘機をさほど不安視する必要はないのかもしれませんね。